お疲れ様です訃報は忘れた頃にやってくるということでね「ドラゴンボール」とか「ドクタースランプあられちゃん」で有名な鳥山明先生がねお亡くなりになったみたいですね68歳だということなんでまだまだ先があるのかなと思っていましたしどんなね作品をこれから出していくのかなというふうに気にならないでもなかったんですけども、まあ、しかしね「ドクタースランプあられちゃん」や「ドラゴンボール」という「週刊少年ジャンプで」で もう見飽きるぐらい見ていた私世代としてはねなんかそういえば連載やってないよねぐらいの感覚だったんですよ、まあ、でもね闘病生活の末救世されたということでございました、うん、お悔やみ申し上げながら数々の作品にねあのやっぱり少年心をワクワクさせてもらったことの感謝を申し上げて今回はこの動画に変えさせていただこうと思います松本零士さんに鳥山明さんその他「涙」 私が育った漫画家さんは数々去ってきましたね、うん。いつの間にか漫画を見るような暇もなくなり、なんか昔を思い出すように、そうですね、懐かしい漫画作品を見てますね。手元にあるのはね、ちなみに、プロの一人言なんだそれって感じですね。誰のやみたいな、ね、もう本当になんかこう、バブルの時代の隙間に、 ポッと出てきた、ちょっと気になる漫画家さん。まあそんなね、えー、中島徹さんの漫画でございます。結構面白いです。それじゃ。